はい、こんにちは、原田農園です。今日は6月7日ですね、火曜日です。今日はですね、先日トウモロコシの圃場にですね、除草剤を散布していったわけなんですが、今日はですね、穂が出ておりますので、1回目のですね防除の方をやっていきたいと思います。ということでですね、今日も、引き続き丸山さんのですねハイクリ、お借りしておりますので、こちらでですね、防除作業の方、どんな感じでできるかっていうのをですね紹介していきたいと思います。で、今日はですね、CHC ナビの自動ソーダを先日、取り付けておりますので、そちらのですね自動ソーダを使った感じの、ハイクリ使用方法をですね紹介していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、トウモロコシのね圃場の様子はこんな感じになっております。穂がねもう出ておりますね。ちょっとずつあちらこちらちらちらと、この穂にですね虫がつきますので、虫がついてしまうとですね、もうトウモロコシの実にしっかりとびっしり虫がついてしまうということで、穂が出たら一番最初に1回目の防除をするというのがですね鉄則になっておりますので、皆さんですね、穂が出ている場合は1回目の防除を、してください。はい、今日は丸山さんのですねハイクリを使って、防除の方していきたいと思うんですけど、今日防除していくのはですね、こちらですねプレバソンフロアブル、こちらをですね防除していきたいと思います。トウモロコシが、こちらに表示があるんですけど、泡の銘が大タバコが、2000倍で1ターンあたり、100リッターから300リッターという感じで、表示がしてありますので、フロアブルでなんでね、基本は転着剤は必要ありませんということで、今日転着剤なしですね、プレバソンフロアブルを散布の方をしていきたいと思います。で、こちらはですね一旦5000になりますので、一応一旦あたり100リッターということで、こちらは丸山さんのですね、レジキング、500リッターだったかな、これ600リッターだったかちょっと覚えてないんですけど、こちらの方にですね、600リッターですね、600リッターなんで、この横にですねこのゲージがあって、この150リッター一旦5000なんで、一旦あたり、100リッターということで150リッターですね、水を入れてその中にね薬剤を溶いて散布の方を、していきたいと思います。で、はい、こちらは CHC ナビのレシーバーアンテナがついてますね。こんな感じで取り付けはね、もう下がまっすぐなんで両面テープでくっつけてるだけです。で、線が後ろに出て、でこちらのキャビンのねリアハッチのところから線を入れて中に配線しております。はい、中はこんな感じですね。ハンドルと、あとこちらモニターですね。で、こちらはですね、丸山のこのベジキングのモニターになっております。はい。で、ちょっとベジキングをね、紹介をしていきたいと思います。はい。こんな感じでエンジンをかけると、こちら画面がね、表示がされます。音はしてるのかな。タイヤをまっすぐにしてください。 4WS と切り替えですね。ちょっと動かないと 4WS と切り替えがうまくできないみたいですね。はい、これでバッチリですね。はい、こちら表示にありますが、燃料とですね、こちらは何かな、ちょっと分かんないです。こちらは燃料ですね。あ、これは薬剤ですねすいません、薬剤と燃料。あとはこちら担当あたり何キロ、あ、何リッター散布するかっていう表示ですね。
で、こちらが車速、回転数ですね。あとこれは圧力ですね。まあ、これを回すことによって、10R あたり 何リッター落としますよっていう、この車速連動のね、目印になります。今今日は100リッターであるので100になってますね。で 1.8 から3キロだと、散布目安でうまく散布できますよということですね。はい。であとはね、こちらいろいろ押したりすると自動調圧モードとかですね、車速連動とかいろいろありますね。でここはノズルの設定になります。ノズルをいろいろ切り替えたりするねところになりますけど、今日は、この 1.6 のねノズルになりますね。ノズルを選択、設定を変更しました、はい、とかいろいろね、ここで画面表示が見れるようになってます。でこちらの下のねスイッチで 4WS と普通の前だけハンドルが切れる通常の層だとあるんですけど、まあ 4WS のね前輪後輪ともハンドルが切れるタイプになっております。で CHC ナビのねハンドルつけてます。で最初はねこれ手動のところに入れてもらってエンジンをかけてですね、で移動する場合はこれ移動に入れてもらって、で散布する場合はこの上にですね散布のところに入れて散布をします。で前後進はこちらのレバーでね、もうレバー入れるだけで前へ行ったり後ろへ行ったりします。はい、こんな感じで。で、こちらはブームのねブームのレバーになるんですけど、まあ左右があって右側ですね、まずこれを上に上げるとブームが上に上がっていきます。で横に開くとブームがね外に開きます。こんな感じで。で下に下げてもらって、こんな感じですね、ここ操作できます。で、伸ばす縮めるはここのスイッチで、こっちにやると伸びるんで見てもらったかですけど、ブームが伸びていきますね。でこれいっぱい伸ばすと 15m ぐらい、ね、伸びる、左右伸ばしてもらったら 15m ぐらい伸びるという感じですね。はい。で、こちらは高さね、この前のブームの高さが変えれるようになっております。でまたこれがですね手に上げて、で格納していきます。はい。で、ノズル見てもらったら分かるんですけど、この赤と黒のノズルが上と下にあると思うんですけど、赤い方がですね除草剤用の、散布ノズルで、下がですね防除用の散布ノズルになっております。これ上下を切り替えることによって、普通の散布ノズルと除草剤用散布ノズル切り替えることができます。はい。で、あとはですねこちら真ん中にこのレバーがね1、2、3と、これは、右左のですね、ブームの散布開閉レバー、あとセンターのね開閉レバー、これを真ん中だけとか両端だけとかいろいろ選択してね散布できますので、でこちらを選択してさらにこちらのね噴霧停止というですねこの赤いレバーを、今噴霧の方になってますね、停止の方にしてしまえば停止しますし、噴霧の方にしてやれば噴霧になります。なんですけど、まあこれをね入れる前に、こちらの噴霧ポンプが作動しました、噴霧ポンプを噴霧ポンプが停止しました、オンにしないと、こちら、噴霧にしても出ませんの で、 であとは、こちら横ですね、押したがアクセルレバーで、こちらはあの警告表示とかですね、あとはウインカーとかライト、あとクラクションですねになっております。でエアコンがついてますね、キャビンなのでエアコンがついてます。はい、という感じで、まあ
うちの後でつけたのはこの CH ナビのねモニターとハンドルですね。ハンドルはもうこちら下側をね、標準取り付け金具で、取り付けられるように、ちょっと今回ね、まあ、実演機を借りてるんでゴムで、傷がつかないようにしてますけど、直につけていただけ、you